浜岩先生です。ですね、オンラインゲームなんですけれども、よくね、オンラインゲーム中にね、お金を払ったりして、たくさん点数つけてるのにね、お客が来たんで、すぐやめない、やめないといけない時ありますね。玄関にお客さんが来たとかね。そういう時は、ことはしょっちゅうあるわけですね。それで、その時にね、壊してなかったから、ゲームを仲間で点数稼ぎやってるんだから、ね、違反行為だっていうようなことで、減点されましてね。そんな、大事な仕事の時に呼び出しとか、しょっちゅうあるんですから、そういう時に、ね、停止していい、時の停止だよというようなことで停止するとかね。そういう、スイッチを入れ、つけてくれないと、ね、途中でもやめられるようにしないと、ね、私は出ますよというね、その時に点数つけなくていいんですから、ね、そういうことだって、大金払ってね、ゲームやって、オンラインゲームやってね、せっかく稼いだのが違反行為って減点になって取られたんですよ。ね、でそれはひどいということで、必ずね、ゲーム、オンラインゲームやっててね、緊急ってあるんですよ、しょっちゅう。必ずあるんですね、日に、忙しい人は日に1回とかね。で、1、2回でね、停止処分じゃないけども、減点されましてね、そんなようなことのばっかして、そういうね、ゲームのソフトっていうのは全然、意味ないというか、詐欺ですね。オンラインゲームで忙しいお客さんが来たとか、配達屋さんが来たりという時に停止できないわけですね。やめたら減点になるわけですよ。今まで大金使って30万ぐらい入れたよと。ね。ただ減点されて取られちゃうわけですよね。何をするんだって言ってて、こっち緊急だから、ね。ゲーム中だから大事な仕事があるときは必ずインタラプトは入りますでしょ。それで減点されてね、大損するわけですよ。ゲームだからやめないといけない、途中でやめないといけないときがあるわけですよ。大事な仕事持ってるんですから、誰でもね。その時で出てね、ね、減点されて全部取られちゃって、なんていう、何をやるんですか、一体。で、この減点はね、外せないんですよ、なかなかね。そういうね、オンラインゲームが多いですね。気分転換にやってね、たりとか、そういう開発なんか見て、仕事でやってるわけですけどね、それもね。ってんだけども、そういうのをめちゃめちゃに、そういうふうなスイッチを入れてね、緊急だからやめないといけないよと。ね、要するに、その時に仲間というゲームやってて、ね、参加してる時に点数が入るからってでしょ？だったらこれ、緊急だからやめるよということでね、そのボーナスが入らなければいいわけで、点数が。そういうスイッチ入れればいいわけでしょ？そのね、そういうね、違反行為とかスイッチが入ってるのは何にもできないでしょうが、こんなのは。ゲームでね。ということですね。だから、全部アンインストールしました。ザ・タンクもそうでしたしね、全部そうですね。いい加減にしてほしいっていうか、金返せっていうやつですね。点数か重ねてね、点数つけて強くしてたのに、全部お釈迦になっちゃっててね。こんな詐欺ないですよ。こっち、必ずインタラプトが入るんです、仕事は。途中でやめないといけないわけですよね。だから、それスイッチを入れろっていうんですかね。緊急用事があるからね。それ入れるだけなのに何も入ってないって、この野郎。いい加減にしろって。いくらお金使わせて取られるんだろうってことですね。怒りますわ。ゲームなんだから、いい加減にっていうか、ね、できないゲームっていい加減にしろと言うんですね。大事な用事はあるわけですよ、女のは。ゲームでとどまるわけにいかないんですよ、あんた。大事な仕事があるわけですよ。インタラプト入るわけですよ。配達人が来たらどうするんですか、一体。やめないといけないじゃないですか。そしたら減点になるんですか。いい加減にしろよ、本当に。
頭にきますよね、本当に。そんなのばっかし、いい加減しろよ。こっちの責任じゃないよ、全然。賠償ですよ、賠償。賠償よこせって。この野郎もう。頭にくるよ、本当に。